北海道や東北北部では急な雨に要注意です。ではいただいておりますウェザーリポートを見ていきましょう。北海道登別市です。どんより曇り空です。気温も上がらず肌寒い体感、夏は遠ざかりましたということで、こちら北海道は現在雲が広がってきておりましたね。そうですね、はい、この後北海道や東北北部では一雨ありそうです、はい、では現在の状況を確認しましょう。皆さんのリポート と、雲の様子、雨雲を重ねてみました。現在ですね、こちら北海道の道南渡島半島付近から、青森県そして秋田沖ぐらいにちょっと雨雲が見えますね、はい、この雨雲が、この後かかってくるとちょっと一雨ありそうなんです。そしてこの雨雲の、原因としては、今朝日本海に低気圧がありました、はい、この低気圧だんだん弱まってはいるんですが、湿った空気運んできているんですね、北日本に、はい、その影響とあと上空、北海道付近には冷たい空気が今流れ込んできています、それで大気の状態が不安定ということで、今日昼間の時間帯一雨ありそうです。そして今の雨雲も一旦弱まったとしてもやっぱり大気の状態不安定ですので、夕方にかけて東北北部から北海道などでも雨を予想しています、はい、どこでね、北海道などはどこで降ってもおかしくはないかと思われますので、念のため、傘など雨具の準備は必要でしょうね。はい、降り方が強まることはありそうですか。はい、雷を伴うようなこともありますからね、強く降ることもありそうです。はい、詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからもご覧ください。